はい。ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。えー、非売品情報も絶対し、まあ今日もやっていくんですけども、先日ね、あの、卒業2扱ったじゃないですか。まあ卒業中2って言っても、まあ非売品があったのはここなんですけど、卒業、 えー、ジェネレ、えー、グラディエーション、卒業グラディエーションファイナルっていう 3DO 版ね。まあ、この後にも出てるから、何がファイナルかよくわかんないんだけど。で、まあ、一方で卒業グラディエーションってこれ PC エンジンで出てて、まあ、もともとパソコンで出たやつが PC エンジンに移植されていろんなハードに移植されていくんですけど、あの、割とこう、まあ、 その後から出たやつがね、時期が外れてたのも、まあ、いろんなハードごとに、まあ、多分、いろんなメーカーの思惑があったからか、こう、割とこう、多岐にわたって、まあ、全部違う会社、ほぼ全部違う会社みたいな展開をしてたのが、まあ、卒業グラディエーションでした。あとね、その、まあ、あ 続編のね、あの、セカンドジェネレーション的なやつにもね、こう、ここが関わってたりとか、設定がね。あと、結婚とかね。まあち、ちょっと、他の分野の方にもね、割と岐に渡ってるのが2だったりあの、1だったりするんですよ。まあ、あとはクロスワード、クロスワールドとかね、あの辺になると、バケーションとかになると、また1と2一緒になってたりするんですけども、だから2っていうのは、こう、目立ってんのか目立ってないのかよくわかんないけども、あの、まあ、とりあえず、 家庭用ゲーム機でもいろいろ出てたんだけども実を言うとこれがね、まあ、1994年に卒業通は出てるんですけども1994年の年末にね同時発売これ同時発売って聞いて勘のいい人がいる,いるかと思うんですけどもこれですよこれ PCFX 何を言いたいかっていうと PC エンジンと PCFX が同時発売なんですよタイトルがね 何かっていうと、1994年っていうと、まあ、次世代戦争って言われた時期ですから、まあ、プレイステーションとかサターンとかね、あの、まあ、3DO とかね、まあ、いろいろゲーム機出てるんだけど、最高発の PCFX が12月の23日に発売されてるわけですよ。1994年の12月23日。で、ここと同時発売ってことは、そういうタイミングなんですよ。だから、サターンとかプレイステーションも発売された後に出た、PCFX のロンチ、 ということですね。で、それとなぜか、1個前のハードの PC エンジンも一緒に出てると、まあ、いうことなんですけども、まあ、これに関して言うと、まあ、こっちは NEC が出してて、こっちはね、えっと、リバーヒルが出してるんですけど、まあ、これは都合、なんとなくわかりますよね。はい。まあ、NEC 的にはこう、頑張りたいところなんで、はい。という感じでこう、出ましたと。 で、その後、1995年になると、今度は、セガサターン版。ですが、ここもね、やっぱりこう、リバーヒルが出してます。あ、ちなみに、年齢とかね、セロ的なものはないから、特についてないんだけども、こう、サターン版見るとね、まあ、18歳以上ってあって、まあ、これ多分ね、飲酒とかその辺の絡みとかのね、あの、やつで、そんなにこう、エロいっていうよりは、なんかちょっとね、あ、まあ、エロい。 ビジュアル的なエロいっていうか、ま、水着ぐらいはあったと思うけど、まあ、あの、ビジュアル的よりもなんかこう、 倫理的になんかちょっといろいろあるとこのセロね18だったかなというところですね。これに関して言うと。まあ先生を手こずらせてあげるってまあそういう感じなんですけども。でその後ね、1995年さらにプレイステーション版が発売されています。これもね、やっぱりここにロゴがあるからわかる通り、えっとリバーヒルソフトでした。こっちもやっぱ先生を手こずらせてあげるってなってね。だからサターンとプレステが割とこう、 ちょっと発売時期ずれてんだけど、なんとなく同じような感じになっている、いたりします。まあ、こっちのね、PC エンジンの時にはね、ここ,こ、これ違うもんね。聖火女子、高等学校、3年 B 組、今年の生徒はやっぱり問題児だったって、まあ、全然ここ、扱い違いますからね。で、さらに NEC の方で行くと、あ、同じだ。ここは同じだ。はい。<laughs> ということなんで、まあ、ここに関して言うと、基本的にまあ、 ここで NEC になってるけど、まあ、コピーライト的なものも含めてね、やっぱりこう、リバーヒルが、まあ、がぜん関わってるところが強いのかな、ってところなんですけども、最後にね、あ、ちなみにこう、卒業2ネオ,ジェネ,レーネオグラディエーション、ネオジェネレーション、はい。卒業中ネオ、卒業2ネオジェネレーションってこうなってるんですけども、ここにも書いてありますよ、ね。卒業中2ネオジェネレーション、書いてありますね。なんだけども、 まあ 3DO 版はねまあここもね卒業中2ネオジェネレーションあるんだけどスペシャルついてるんですよスペシャルでこっち見ると卒業2えっ、ーえー、とスペシャルってこうかスペシャルってあってあのニュージェネレーションが消えてるわけですねあここ,ここにあるんだけどもなんかこっちでは書かなくなっててねだからまあねスペシャルってあるんだけどまあこれ気づいた人はいるかと思うんですけども 一作目もね、こう、卒業、えー、グラディエーションファイナルって、これファイナルつけて、ここでグラディエーションを書かなかった、これと同じ、北部通信工業株式会社が発売元になっています。はい。ということで、まあ、3DO 版ね、卒業の方でもプレゼントあったんですけど、こっちもだから、ここに非売品情報が載ってたりするわけですよ。で、まあ、 あの、卒業といえば、なんか芸能人、芸人さんっていうか、まあ、芸能人だね。の関わりをちょっと感じる部分があったんですけども、卒業、一作目の時には、まあ、ドリフターズだったんですけども、二作目の方に関して言うと、何かっていうと、こう、石橋、犬塚、桜井、谷、安田ってなってて、まあまあ、そんな感じなんですよ。正直言うと、 まあまあこれに関して言うとね、あの、僕もね、あんまりわからないんだよね。あの、ドリフターズは当然、まあ8時代前週後とかも世代的に見てたかし、で、90年代以降も、まあ、一応ほら、フジテレビでたまに特番やったりしてたし、まあ、 ついい数年前ぐらいからかですねやっぱりお亡くなりになったとか、まあ、年齢的にってあるんだけど一方のね2のキャラクターっていうのはねちょっとね活躍を見る機会っていうのが僕はあんまりなくてどっちかっていうとそのなんだろうな懐かし映像とかそういう世界の人たちだったかなという印象が強いんですよ。まあ、特にねそうねこの中だとまあ谷さんぐらいだったら でも、谷って名字いっぱいあるからね。あの、要は、谷さんの元の、まあ、名字に関して言うと、わかるんだけど、それ以外のね、ただから、犬塚さんとか石橋さんとか桜井さんとか安田さんって聞いても、まあ、普通の名字としてはわかるけど、これをトータルして何、何っていうのは、全然、こう、個人的には浮かばなかったんですよね。はい。ということで、まあ、そこはもう完全にスルーするんですけども、あの、 大事なのは取説じゃなくて帯 <laughs> まあこうやって帯がつくわけですよはいで何が書いてあるかっていうと 3DO が送る卒業ースペシャル版 オープニングアニメ、新ビジュアル、イベント追加など、スペシャル版ならではの充実した内容盛りだくさん。まあ、ワンの時にはね、スペシャルあ、じゃないや、ファイナルって書いてあって何がファイナルかよくわかんなかったんだけど、まあ、こっちはなんかちょっとスペシャルなことがあるからスペシャルだなっていうんだけど、まあ、都合的に言うと、これ18、16歳未満普通になってるから、もしかしたら、18歳ね、的なところの問題で色々事件っていうかね、 まあそこは調べていただくといいんですけども、まあそこら辺の対応した結果、変えざるを得なかった部分があるんじゃないかなという、うがった見方もできるわけですよ。で、3DO 版発売記念スペプレミアムキャンペーン実施中ってここにあって、で、さらに、えー、初回特典先着2000名、あ、2万名様卒業2スペシャルアルバム原画集付きって書いてあって、これちょっとよくわかんないんだけど、まあこれもう一回説明書見ちゃうと、 あの、マニュアルのね、後半がこう、卒業アルバムってなってて、まあ、これのこと原画集って言ってんのかなま、まあ、まあ、ま、いいや。はい。という感じでね、ちょっとそういうのもあるんだけど、それはそれとて違うんですよ。3DO 版発売記念プレミアムキャンペーン実施のところの問題ですね。で、これ裏面、裏面っていうか、この、こう見たときの、 ここの面,ここの面あんまりここをちゃんとチェックしないでしょ。ということでこれ見えてみると何が書いてあるかっていうと「お買い上げいただいた方,が方だけに 3DO 版ならではのプレミアムグッズが抽選で当たる」「A3DO 版特製オリジナル水着ポスター500名様」「B 出演声優サイン入りアフレコ台本」「15名様」 で C、3DO スペシャル版オリジナル、えっ、ー、と、これなんだ、オリジナル線画、えー、10名様となってて、これなんかさ、普通に考えたら A が一番いいもので人数少なくして B、C っていくとなんか応募者全員の方にこう流れていくような <laughs> 感じがするんだけど、なぜかこれ A がね、一番その水着ポスター500名様、B、えー、サイン入りアフレコ台本15名様、 で、オリジナル線が10名様。いや、C と A 逆じゃないのって ?A 賞っての方がいいんじゃないのって気がするけど、まあ、ちょっとよくわかんないけど、そうなってます。で、これが、えっ、ー、と、締め切りが1996年の1月31日当日化印有効になってるので、一応これが1995年の11月の22日に発売されてるので、まあだいたい、えっ、ー、と、2ヶ月ぐらい、2ヶ月ちょいですね、のいう、 あのスケジュールで、こういういプレゼントがありましたでこれ実際何,何を持ってプレゼントを送るかっていうと、こう、はがき。<laughs> はがきですね。はい。ということで、これははがきを見ると、この度は弊社の商品をお買い求めいただきありがとうございます。お手数ですが、お買い求めの商品についてのご意見、ご感想をお寄せください。抽選により 卒業2スペシャルププレレミアムグッズをプレゼントいたします今でもね、今、最近はないかな。あの、3DS なんか割とアンケートハガキ入ってて、そこに、こう、送った方から抽選で何かがもらえますってあるんだけども、なんかそれって結構、何がもらえるのかよくわかんないんだけど、これに関して言うと、ちゃんとプレゼントの内容はここにも書いてあるけど、A、特製、あ、3D 用版特製、 オリジナル水着ポスター500名様 B 出演声優サイン入りアフレコダイフコン15名様 c 3 d をスペシャル版オリジナルセンガ10名様絶対これ ABC 順番逆だと思うんだけどまあとりあえずここに書かれているのでまあなんだろう,こうアンケートハガキをね もらうためにはね、やっぱりこう、プレゼントって部分が目立つと出してくれる。ただ、いい加減なこと書かれる可能性もあるから、プレゼントがない方が、あの、本当に書きたい人だけが書いてくれるというメリットもあるんだけど、プレゼントがあると、ただ単に適当に書いてこう出す人もいるんだけども、まあ、ただアンケートをね、いっぱい出してもらいたいっていうニュアンスでいくと、まあ、こういうのもね、あの、重要かなってところです。あとは、こういうのがあると、一生懸命ね、なんか、 ちゃんとしたことを書いてある方がもらえる可能性があると思って正確あ、正確にね、ちゃんと書いてくれる人もいるから、まあ、そういうね、デメリットにさせるメリットもあるかなってところがあるんですけども、まあ、とりあえずアンケートを答えるようになっていました。まあ、ちなみにね、まあ、アンケートの内容はどうでもいいか。まあまあ、アンケートはね、いろいろありましたということで、終わりにしときましょう。はい。ということでね、まあ、これで言うとね、まあ、 特製って書いてあるしね。まあ声優さんのサインもね、いいしね。で、3DO スペシャル版オリジナル線画っていうのは、これは、もう、線画でしょ <laughs> だから、どれも価値があると思うんですよ。これ、だから、見つかるかどうかわかんないんだけど、あとはその、あ、でも特製オリジナル水着ポスターだから、まあなんか、なんかしら多分 3DO っていうか、まあ卒業2スペシャルっていうのを、 何かしら入れてるものがあると思うんで、まあこれに関しては皆さんね、ぜひ、あの、探してみれば、確かに 3DO のそれの限定だっていう非売品に行き当たると思いますので、ぜひね、あの、探していただければと思います。はい。まあ 3DO だからね、しかもこれ、この、だからさ、このゲーム自体がこの2万名限定で、そのね、 えと原画集がついてるっていうようなやつだからまあ最低でも2万名はね あの、買ってるはずだけど、まあ、その中でどのぐらいの割合でこう出してるかわかんないんだけども、少なくともプレゼントの範囲としては、525名の方がね、もらってるので、まあ、ちょっと探していただければと思います。はい、ということで、えー、このチャンネルに応ていただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったりとか、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよっていう方がいらっしゃいましたらコ、コメントください。あと動画の拡散、SNS SN での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒館でした。